来月行われる西大寺会陽の福にあやかった会陽舞の祈願祭が岡山市東区の西大寺観音院で行われました。会陽祈願舞は JA 岡山などが家内安全や学業成就の祈願を行って一足早い春と福を消費者に届けようと毎年この時期に販売しているものです。西大寺観音院では関係者などおよそ20人が西大寺産の日の光およそ5トンと札を持ち込み、観音院の坪井住職が祈願を行いました。会陽祈願舞は今日から順次 A コープや JA 岡山の直売所、地元スーパーなどで販売されるということです。また西大寺会陽は来月18日に3年ぶりに観客を入れて行われます。